おはようございます。5月26日7時7分の相場解説のおデイリーですね。デイリー見るところはここですね。もう上昇していってるところです。ここが起点になって上の方に上がっていますよね。で、4時間の方に移るわけなんですけども、4時間も昨日来ですね、こういうふうに上がっていってるところなんですけども、ちょっと注意しないといけないのは、この上昇がね、止まるところなんですよね。前回この辺りにゾーンを引いたと思いますけども、それがここまで来てると私は考えますんで、ここからね、一方的に上昇を続けていくのかどうかっていうのはちょっと疑問を持ってるところなんですよね。で、1時間でございます。1時間もそうですね、ぐーっと上がってきたんですけども、ここにですね、大きな陰線と陽線がペアで出だしました。これね、包み足を形成しているところなんですけども、多分包み足完成なんで、上昇に転ずるとは思うんですけども、このね、ヒゲがたくさん出て押し戻されているところで、ここもありますよね。ちょっと上昇への勢いが失われていくのがどっかで出るんじゃないかなと思うんですよ。で、ここも包み足ですよね。これも包み足。基本的には買いでいいと思うんですけども、じゃあ、ここで入りますよっていうのがね、ちょっと見つかんない状態でございます。もしかしたら月末を控えて、投資家さんもそんなに激しく動かなくなってきてるのかなと思いますけども、ただね、やっぱりね、月末でしょ ?26、27にあたりに、思いもかけない資金がドンと投入される恐れもありますので、ちょっと警戒しながらね、エントリーにはもうちょっと慎重になるべき、25日から始まる週ということになるかなと思います。今日26日なんですけども、あと4日しかないですね。まあ1回ぐらいちょっとエントリーしたいと思いますんで、今日はもしかしたらね、また様子を見るだけになるかもしれません。ファンダメンタルも期待できないですね。ファンダメンタル期待するようじゃもう終わりですね、テクニカルとしては。本日以上ですね。ちょっとあんまり見るとこありませんでした。すいません。